ジェットバス。よいしょ。おーい。水沢駅通り。よいしょ。菊新チャンネル、始まるよ。はい、皆さんこんにちは、菊新チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。なんとね、近くの町の路線にこれと同じエアロミディ ME がね、元気で走っているって情報を入手しました。情報ありがとうございます。なので今日はそれに乗りに行きたいなと。でバスにはバスぞというわけで、エアロミディ ME でエアロミディ ME に乗りに行きたいと思います。もう寝てる監督準備はできてますか？準備いいかい？出発。今日はいい天気ですね。そのね、情報をくれたのが極悪バス屋さんなんですよ。バスね、運行してたら前を走ってたっていうんですよ、エアロミディ ME がね。で、どうやらコミュニティバスらしいですよ、うん。でまあ、家からまあ1時間ぐらいのところで走ってるっぽいのでですね、今日はそれを見に行ってみたいと思います。じゃあ監督行ってくるで、留守番頼むぜ。はい、やってきました。ここですね。1時31分、この Z バスですね。これに乗っていきたいと思います。間違いなくエアロミディ ME じゃないでしょうか。 Z バス。よいしょ。おーい。水沢駅通り。
ちありがとうございます。ありがとうございます。発車します。お捕まりください。次は水沢常盤通り郵便局入り口、水沢常盤通り郵便局入り口です。はい、200円、はい、ありがとうございます。いい家族だ。さあ、わあ、バスの前に割り込んじゃダメだよ。はい、というわけで今回はですね、無事エアロミディ ME に乗ることができました。しっかり掃除してあって綺麗なバスでしたよ。運賃箱はね、僕のやつの方が新しいタイプですね。同じ多分ね、小田原正規製だと思います。両替ちゃんとできましたね。さあバスに戻りましょう。よいしょ、ただいま。ただいま監督、乗ってきたよ。いいでしょね、帰ろう。エアロミディ ME にね、乗りました。で、なんと、バスにね、あんまりね、普段乗ったことがないので、整理券を取るのを忘れてしまいましたけど、定額料金だったので、まあ良かったですね。はい。もしね、エアロミディ ME にね、日頃ね、私の動画とか見ていただいて、いやー、エアロミディ ME 乗りたいなーっていう方いたらね、岩手県の奥州市で走っております。200円で乗れますので、ぜひ乗ってみてください。まあ、同じエアロミディ ME だったら、なんかね、エンジン音とかちょっと違うんじゃないかなーっていうような感じもしましたね。同じやつなのかな、なんかね、もっとガーガーってこうガーガーガーって引っ張って走ってるような感じでしたね。エンジンとか微妙に違うのかもしれないですね。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。経由水沢病院行きです。